どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆこるです。今日はやっちゃダメなことやっていこうと思います。はい、炭治郎にこちら炭治郎装備継承ですね。そして、聖奈に煉獄装備継承、聖奈に煉獄装備継承、禰豆子に煉獄装備継承、ポルネにアルバトリオン装備継承、炭治郎に盾山装備継承って感じです。今日はやっちゃダメなことしていきます。タイトルとサムネにもある通り、炭治郎聖奈ループですね。まあ、正直この遠征って、決めの輪がね、どうしてもめんどくさいんで、まあ、実用性自体はないんですが、ただ、バカ楽しいと思うんで、ちょっと今日は使っていこうと思います。じゃあ、行きましょう。じゃあやっていこうと思います。行きましょう。初手、禰豆子打ってあげて、炭治郎打ってあげて、ポルネで倒していきます。で、なんですけど、これ一応注意点っておくとね、できれば最初、聖奈貯めた方がいいです。5ターン。貯め方はめっちゃ簡単で、火の4、3消しですね。炭治郎使ってから火の4、3消ししてあげると、まあ、泥鏡とかの関係もあるんだけど、基本的にいい感じに削れると思います。はい、水ターゲットしてあげて、火4、3消ししてあげると、こんな感じで、いい感じに削れて、で、もう片方もすぐ倒せると思います。で、その後耐久してあげるのが一番いいですね。まあ、僕はめんどくさいんで耐久しません。はい、こればっかりはもう任せます。3階層安定感増やしたい人はね、もしこの編成使う人がいたら、ぜひ1階層耐久できるなら耐久してください。しなくても運悪くない限りはどうにかなります。はい。続きまして2階層ですね。ここがパズル教室、普通に頑張ってください。はい。まずは毒消し。よいしょ。こんな感じで毒消してあげて。で、次。コンボ禁止。オッケー。で、ラスト3ターン目。意外と2階層のパズル教室って難しい時むずいよな。ドキッとするよね。今みたいな場面パッてくると。動画撮ってる時とかね、あんまりね、考えたくないんでね、こうパッて組むんですけど。こういう場面だとめっちゃドキッとしますね。はい。で、ここもこれで倒していきます。オッケー。続きまして、3階層。木が来たらめっちゃ楽ですね。はい。はい。ナイス！木が来た場合は盤面整理してあげてから突破していくだけです。めっちゃ簡単。禰豆子も打ってください。光の場合は、禰豆子打ってから炭治郎打ってあげて、火の4消しして軽減張って耐久してください。その後回復来ることを祈って、回復来なかったら火の4消しで調整しながら殴っていく。炭治郎打って火の4消ししながら回復消して調整しながら殴っていくって感じ。逆に、なんだろう、回復が降ってきた場合はどうにかなります。でね、嫌って人はね、聖奈貯めてあげれば、まあ、それはそれで安定するかなと思います。はい。OK。で、ここでまず盤面整理してあげて、まあ、禰豆子あるんでね、どうにでもなります。あとは炭治郎打ってあげて、追い石で倒していきます。はい、OK。突破していきます。よいしょ。こんな感じかな。はい、しっかりと追い石含みながら突破していきましょう。3回差だけ少しめんどくさいんでね、ご了承ください。でも、ここ超えればね、こっちのもんですね、マジで。はい、セナ打って炭治郎打ってあげて、一生セナ炭治郎ループできます。最強よ、これ。一生セナ炭治郎ループよ。ヒドロップの供給量、巻いた7個です。7個、もう7個呼ばれます、盤面に。なので、ほぼ欠損もしないし、めちゃめちゃ安定感あります。マージ強いの。で、こことかも無効管組んであげると、これで OK かな？無効管組んであげると、これで聖奈の火力ご覧くださいと。キラーも乗りまして、キラーじゃない、エンハム乗って10億。エンハム乗って10億出ます。これに煉獄装備の火力がさらに乗るんですよ。怖くないですか？これはしっかりと場面見てあげてから、火まつぶししてあげて、火の消しで軽減張りながら殴っていく。万が一火の3とかしたら、さすがに倒せない可能性があるんで。倒せないかな、キラー的にも。なので注意してください。で、ここは炭治郎打ってあげて、削っていきます。はい。OK、これでぶっ倒していきましょう。まあ、聖奈ループのね、弱点としてはね、ちょっと盤面に水回復が残りすぎてるとね、色生成できないんですよね。だからちょこちょこ消していく必要があるんで、そこだけ注意って感じ。炭治郎は特にデメリットもないですね。はい。炭治郎打ってあげてから、聖奈打ってあげて、よいしょ。こんな感じかな。無効管で削っていきます。まあ、一生これで毎ターン完走できます。はい、20兆4700万。これマジでやばいよね。で、8階層。いや、こいつらもね、強いんでね、これ。炭治郎打ってあげて、聖奈打ってあげて、禰豆子打ちます。はい、これもしっかりと無効管含みながら、
コンボして突破していきます。だいたい無効貫通の乾燥のボーダーが HP80% 以上の場合だったら無効貫と3コンボか4コンボぐらいかな。で、セナが乾燥する感じになってます。ドロキョンの数にもよるけどね。なかなかやばいよね言ってること。多分先炭治郎を打ってる理由としてはね、セナはねヒドロップを優先して作ってくれるんですけど、炭治郎水と回復があれば火生成できないっすよね。そうだから先に炭治郎を打って火作ってからセナのヒドロップ優先を使ってできるだけ盤面に火を多くしてます。先セナ使っちゃうとね、ちょっとやってみますね実際に。先セナしちゃうと盤面に火水回復優先で作っちゃうんですよね。そうだから炭治郎のヒドロップが生成できない場合が増えちゃうんで、あんまりおすすめできません。よくわかんなかったらとりあえずあれですね、炭治郎は先に打った方がいいです。わかんなかったらもうとりあえず炭治郎先に打っておけば OK。 そしたら間違いないです絶対に。あ、別にどっちから打っても大して変わんないんで。はい、で11階層ここじゃない、マジでこの変遠性の強いところって。この無効貫通階層とかで火なくなることめっちゃあるでしょ。これがねもう本当になくなる、マジで強い。はい、これで無効貫でまず削れて、さらにこれでまた炭治郎とセナ帰ってくるんですよね。そう、火が4個しかない、うわ炭治郎じゃ火足りねえじゃんって時にセナ打てるんで、マジ強いっす。これがもうやばい。はい、でこれでしっかりとぶっ倒していきます。強すぎるやろこれ。 OK。 で続きまして12階層、はい、ここは先炭治郎を打たないとダメな場面ですね。炭治郎を打ってからセナ打ってあげて非生成してあげて、これの打ちます。あとは無効感を含みながらちょっと不要な盤面消してあげて、オッケー、無効感の5、6、7、8、9、10、11、12、13。はい、ここもしっかりと当然のようにカンスト、しっかりと当然のようにカンスト。続きまして13回層、いいですね、楽しい方来ましたね。やっていきましょう。もうすでに盤面に、これもう盤面に火が9個あるんですけど、躊躇なく炭治郎からセイナ打ってあげて無効感いきましょう。よいしょ、こんな感じかな。ミストルデインはめんどくさいんでね、しっかりと火力出していきます。これはもう仕方ないね、ミストルデインがめんどくさいから。これはもう不可抗力よ。はい、ワンパン、はい、ワンパン、お疲れ様です。化け物やろマジで。さすがにミストルデインも今泣いてると思うで、ほんまに初めてミストルデインが泣いたかもしれないこのゲームで。そのレベルだよねマジで、強すぎてかわいそうだもん。はい、でここもしっかりとこれで倒していきます。当然カンスト、もうとにかくカンスト当たり前だから、もうカンストもみんな驚かないもんね。もうだって今、ああカンストかなんだみたいな感じだもんね。はい、炭治郎打ってあげてセナ打ってあげて無効貫通、ここもしっかりと水開けしておきます。まあセナのめんどくささは水消さなきゃダメなことぐらいかな。なんかコンボするのがめんどくさい病気にかかっちゃうからね、これ使ってると。うわコンボしたくねえめんどくせえってなっちゃうから。16改造ラファエル、ここ油断せずねしっかりと全力回復してくださいね。ここどんなパーティーでも回復しないとやばいんで。ただまあセナが回復サポートしてくれるんで大抵回復ドロップも足れると思います。ここはしっかりと回復だけ挟んでおきましょう。ここ油断すると普通に即死します。はい、こんな感じでセナの回復生成と炭治郎の回復力でしっかりと回復。ここでねセナの目覚め消されちゃうんですよね、ちょっとうざい。まあ仕方ないですね。炭治郎打ってからセナ打ちます。はい、ここもしっかり無効貫で倒していきます。 OK、 これで突破していく。12コンボやりすぎやろ。はい、で続きまして17階層、ちょっとだけめんどくさいなこっちの方が。光だったら落ち込んだしたから関係ないんで、まあまあ別にいいんすけどね、ルーレットくらい。よいしょ。まあ、こっちよりかは、光の方が楽ですね、やっぱり。はい、で、ここは L 字で倒していきます。OK、突破していく。さあ、続きまして、18階層。こっち。こっち。スキル試します。カット。倒します。炭治郎打ってあげて、セナ打ってあげて、これ打ってあげて、まあルレットもそんなね1個だからそこまで気にする必要もないんで、はい、しっかりとこれで倒していきます。ナイスポロネ。
さあ続きまして19階層。この奇跡階層とかも意外と倒せなかったりしてめんどくさかったんだけど、まあ水来なかったか。まあいいや、水来てほしかったんだけどな。はい、炭治郎打ってあげて。ちなみに遅延振りまくってるんで一切遅延は食らえません。 OK、 しっかりとここも無効感組みながら回復で消していく。ナイス。で炭治郎打ってせなっていきます。ヒドロップが2個あれば無効感組めるっていうのがずるいよね、正直。せな打ってよいしょ。はい、無効貫通でしっかり削り切っていきます。 OK、 はい、突破していく。で続きまして20階層。はい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 、こんにちは、了解しました、いらっしゃいませ。はい、まずこれで削ってあげて、ルーレット消してくれるんでちょっと嬉しいんだよね。炭治郎打ってセナ打ちます。またいい位置にね。 OK、 無効貫組んでいきます。いい位置にねルーレット作ってくれたんでね、めちゃめちゃ組みやすい。はい、しっかりとセナの火力でワンパンしていく。さあさあボス、これねちょっとさすがにねワンパン厳しいと思うんだよね、無効貫、あのヒドロ強がないんで。でもさ、やっぱ男なら一回やってみたくないって言ってよくやる人いると思うんですけど、ドロ強ないとこの辺全然倒せないんで、ここはねちゃんとチキってください。これ倒せません。はい、ドロ強があったら多分ギリ倒せるかのぐらいの感じですね。ドロ強ないとさすがに無理です。じゃあ行きましょう。ここで煉獄装備溜まったんで煉獄打ってあげてセナ打ちます。で追い打ち組みながら倒していきましょう。行きます。よいしょ、無効貫組んであげて、はい、 OK。 セナのスキルがね回復生成なんですよね。回復生成はやっぱ強いね。はい、これでしっかりと無効貫含みながら乾燥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 で倒してあげます。 OK。 さあ続きましてボス。ちょっとだけやばい。でこれどっちの方が強いのかな、無効貫何倍乗ってるんだろうこれ、エンハンス。ちょっと見てみようか、エンハの倍率。エンハの倍率次第ではセナだけでいきます。 3.4 倍か。まあだったら普通に殴っていいかもね。 OK、 行きましょう。炭治郎温存でいきます。炭治郎温存ルートで、いや覚醒無効回復ちょっとメナーさん最初の方はね遠慮していただいてお願いします。ちょっとまだ溜まってないんで、耐久できるとはいえでもちょっとめんどくさいですね。ここはまず列で削っていきます。分かってんな、よし、ナイス。炭治郎打ってセナ打ちます。無効貫含みながら回復、水回復、回復、水、完璧。はい、しっかりと無効貫含みながらの盤面14コンボ。セイナ地味に盤面整えてくれるのもでかいんだよね。いや削りすぎ削りすぎ、おかしいやろ。あ、覚醒無効食らっちゃった、めんどくせえ。はい、耐久してあげて、いやもうね目のは可愛かったね。はい、じゃあ行きましょう。ラスト炭治郎打ってあげて、炭治郎打ってあげてセイナ打ちます。おまけでセイナ打ちます、打てませんでした。行きます。じゃあ無効貫含みながらしっかりと無効貫、無効貫、火の分割、 OK、 これで倒していきます。はい、こんな感じがねセイナループと炭治郎ループを組み合わせた炭治郎セイナループ最強ぶっ壊れチート環境最強編成でした。ちょっと盛りましたけど、まあでも強いことに間違いはないと思います。本当に使ってて面白い組み合わせなんでね、ぜひセイナ2体引けた人は使ってみてください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ちなみに煉獄装備こんなにいらないからね。バイバイ。